ンと音がして何も辛くなくなった。貧しい暮らしの中、親に売られた時でさえ悲しくはなかった。あの、ちょっとよろしいですか？こんにちは、はじめまして。私は胡蝶かなえと言います。あなたのお名前は？そいつに名前なんかねえよ。親がつけてねえんだ。こいつとおしゃべりしたきゃ金を払いな。じゃあ買いますよ、この子を。これで足ります？どうだった？